平成22年4月4日阿蘇田園空間博物館の企画イベント第14回電空猿田塾小賀の滝の源流が開催されました。阿蘇市坂名市の浄土島木公園から小賀の滝の源流を目指し、修験者たちも通った岩成就坂を登りました。天候にも恵まれ、春の美しい牧野の風景や桜の鑑賞を楽しみながらトレッキングにチャレンジしました。岩成就坂っていう、願いが成就する坂って書いて岩成就坂っていうんですけども、この岩成就坂って言われるのはですね、2つの言われがあります。地元の人もですね、上に草切りに行くときはですね、こうずっと牛を引っ張ってずっと登っていかれたと。でその面影っていうかですね、こっちにやっぱり道後陣がですねありますので、これこの阿蘇地区にはどこにでもある道案内のですね、道後陣ですね。ここでちょっと休憩しましょう。石がありますが、これはですね、地元の人たちが根付け石って言ってるんですけども、もう道路の邪魔になるからってですね、昔の人が転がして落としたそうです。だから次の日通ったらですね、またここにですね、上がってきてたということでですね、この石のことを根付け石って言ってですね、まあ、一つの登る時の目印になってるみたいです。街並みが見えてきました。6月で7月に咲く花じゃないですか。で、赤い建物がですね、宝小学校の体育館です。今、小賀の滝のちょうど源流に来ているということで、これで今日の岩成就坂と小賀の滝の源流トレッキングです。岩成就坂の散策の後は坂名市の国道57号線から少し小道に入ったところにあるなごみのでだご汁定食をいただきました。だご汁の優しい味が歩き疲れた体を癒し、午後からの散策への元気を得ました。昼食の後は再び小賀の滝へと出発です。小賀の滝は小滝と目滝と呼ばれる阿蘇外輪山の断崖に流れ落ちる2本の滝で、小滝の段差が80メートル、目滝の段差は100メートルほどあります。冬の間、阿蘇谷から吹き上げられた冷風によって凍っていた滝は、春になり気温が高くなってくると、この氷が音を立てて溶け始めます。この音は阿蘇に春を告げる音の一つでもあります。参加者の皆さんは一日の疲れを取るかのように春の小賀の滝を堪能していました。